どうもこんにちは。聖母たちのララバイなどの曲で知られ、2015年に40周年を迎えた大物女性歌手岩崎宏美さん。そんな岩崎さんですが、離婚時に元夫に親権を奪われてしまった過去があるとか、そしてあの大物モノマネ芸人コロッケさんと深い確執もあるとの噂が、また現在は誰もが知る大病を抱えており余命宣告も受けているとの噂も。今回は岩崎宏美さんの経歴や離婚の経緯、コロッケさんとの確執、そして現在抱える病気について詳しく解説していきたいと思います。1958年11月12日、東京の製材用の機械を製作する会社の経営者の次女として誕生します。歌手や女優で有名な岩崎良美さんは3歳年下の実の妹です。お父さんは警察の師範を務めるほどの剣道の腕前であり、その影響で幼い頃から姉妹で剣道を習っており、姉妹ともかなりの腕前を持っていることでも知られています。小学校入学と同時に歌のレッスンを受け始め、中学校へ進学後本格的に歌手を目指し、歌手であり声楽家の松田俊さんを先生として歌のレッスンを受け始めます。また当時中学の同級生であり、当時歌舞伎役者をしていた岡村清太郎さんの縁で、先代水谷八重子さん、素人の師弟でも見込みがあって芸用紙にする可能性がある部屋ごとなり、新橋演舞場に通い始めます。中学3年生の時に日本テレビで放送していたスター誕生に応募し、決戦大会まで駆け上がります。小坂明子さんのあなたを歌い、見事最優秀賞を獲得。スカウトしたい会社がプラカードを上げるスカウト制の番組であり、なんとスカウトには8社からプラカードが上がりました。その後芸営ビクターレコードと契約し、デビューへの道を進みます。スター誕生への応募動機は、当時同い年の森まさこさんが先生で歌手デビューしたのをテレビで見た時に刺激を受けたことがきっかけでした。岩崎さんはテレビ越しに歌唱する森さんの姿を見て、普通の女の子でも歌手になれるのかと衝撃を受けると同時に、もしかしたら私にもチャンスがあるのかもしれないと思ったと懐かしんで語ったこともあります。応募について先生であり番組の審査員でもあった松田俊さんに相談すると、何を歌うかを聞かれました。岩崎さんは候補曲として小林麻美さんの初恋のメロディー、小坂明子さんのあなた、他にもう1曲の全部で3曲を挙げました。すると松田さんから、あなたの声には小坂さんの歌が合うと言われたため、あなたでエントリーすることに決断したそうです。以後はボイストレーナーの大本恭平さんに指導を受け、現在の歌唱スタイルを築きました。1975年4月天まで響け岩崎宏美のキャッチフレーズでデュエットにてデビューします。2枚目のシングルロマンスが90万枚近い大ヒットとなり、この年の新人賞を多数受賞するほどになりました。また同年末の第26回 NHK 紅白歌合戦に赤組歌手のトップバッターとして初出場を果たし、このロマンスを歌唱しました。その後日本テレビ系の2時間ドラマ火曜サスペンス劇場の主題歌として1982年に発売された聖母たちのララバイが発売後2週目でオリコンチャート週間売上1位を獲得し、80万枚を売り上げる大ヒットとなりました。同年11月には日本歌謡大賞を受賞します。そして順風満帆の歌手生活の中、1988年商社マンと結婚しました。芸名を夫の増田姓に合わせて増田宏美に改名しました。その後1989年に長男を、1992年には次男を出産した岩崎さん。しかし夫婦仲は冷え切り、1995年に協議離婚が成立します。その後元夫の再婚に伴い子供たちの養育権を剥奪された岩崎さんは、元夫の提訴も検討しました。しかし公判中は子供に一切面会させないと通告され、提訴は断念することになってしまいます。最愛の子供たちを手放さざるを得なかったため、
心療内科に通うまでに苦闘したそうです。その後芸名を旧姓に戻し岩崎ひろみとして歌手活動を本格的に再開した岩崎さん、子供との面会券を使って子供とはその後も2ヶ月に1回のペースで会うようにしていると NHK の番組で述べていました。2013年には2人の子供たちが成年に達し、自身のコンサートイベントなどでも交流を深めている岩崎さんは、事実上の脱会まで17年かかりました。また2009年4月、岩崎さんは現在の夫と結婚します。10歳年下でミュージカル俳優の今拓也さんです。岩崎さんと今さんの直筆署名入りファックスがマスコミ各社に送られ、前日29日の婚姻届を提出し入籍したことが明らかになりました。岩崎さんのお相手の今さんは、長身で甘いマスク、大声量の歌、力強い芝居、そしてダンスまで演じてのける実力派俳優、劇団四季出身で、退団後の現在は東宝ミュージカルを中心に活躍しています。岩崎さんとの出会いは1998年に公演されたミュージカルレ・ミゼラブルでの共演がきっかけでした。2001年秋に声帯ポリープの手術を受け、2人の子供と別れた寂しさもあった岩崎ひろみにとって、今拓也だけが心の支えだったのだそうです。それから交際が深まって夫婦同然の同棲生活となり、2002年には週刊誌でも2人の同棲が報道されます。年下のコンさんから学ぶことが多いとは語っていた岩崎さんですが、報道時点では結婚については具体的に考えていませんでした。そんなお二人は7年半の同棲を経て、お互いの40歳と50歳という節目の年に、これからの人生も共に歩いていこうとゴールインを決意します。お互いをコンちゃん、ひろみさんと呼び合うお二人は、これからの結婚生活について次のようにコメントしています。笑顔と相手を思いやる気持ちを忘れずに、愛犬3人との5人家族、一歩一歩、一日一日を大切に、私たちならではの幸せを感じながら手を携えて過ごしていこうと思っています。コメントから温かいご夫婦であることが感じ取れますね。そして岩崎さんといえば、モノマネタレントコロッケの定番ネタとしても有名ですよね。コロッケさんが岩崎さんの名曲シンデレラハネムーンをモノマネのレパートリーに取り入れた時期は、コロッケのモノマネの歌としての知名度が勝り、岩崎さんのコンサートでイントロが流れると客席からクスクスと笑い声が聞こえてくることもあったといいます。そのこともあり、シンデレラハネムーンをあの歌はコロッケさんにあげたのでと一時期封印したこともあった岩崎さん、その影響からでしょうか、コロッケがかつて六本木で飲食店を経営していた際、店の看板が破壊される騒動が起こった時、ネタにされた岩崎さんが破壊の犯人だという噂が六本木界隈で流れたこともありました。とはいえ当の岩崎さんは、そんなに顎を上げてないでしょとか突っ込みながら、自分でも笑いましたよと基本的に寛容な態度でしたが、不快感を露骨にあらわにしたのは妹の岩崎よしみさんの方でした。コロッケによると、テレビ局の玄関先でモノマネの練習をしていたところを岩崎よしみさんに見つかり、お姉ちゃんはそんな顔してないからと激怒されたそうです。その事実が岩崎よしみとコロッケの確執と世間に広まったようです。現在では一時期岩崎ひろみを休憩していた間にも、若い世代に名前をつなげてくれた恩人とコロッケに感謝し、アーティストとしても素晴らしい方と語る岩崎ひろみさん、コロッケと二人で共演するほど良好な関係だそうです。そして最後に岩崎ひろみさんの病状に関する情報です。2015年4月のフジテレビ系情報番組の取材に対し、甲状腺の病気であるバセドウ病、橋本病を患っていることを告白しました。体調の変化に気づいたのは2001年とのこと。ダイエットもしていないのに体重が減り始めた岩崎さんは体調を疑い始めます。やがて更年期に近いような症状で、汗が出たり心臓がバクバクしたり、めまいや耳鳴りなどに悩まされることに。検査を受けたところ、甲状腺ホルモンの異常によるバセドウ病、
橋本病であるとの診断結果が出てしまいました。バセドウ病は体重減少や激しい動悸、息切れや倦怠感などの症状が出ます。そして橋本病は甲状腺が腫大したり甲状腺機能に異常が起こったりする病気です。主な症状は倦怠感、気力低下、体の冷え、顔のむくみ、皮膚の乾燥などが挙げられます。岩崎さんは息切れしたり手が震えたり、マイクを持って手が震えてもこの人は緊張していると思われるのに、さらに膝が笑う状態だったのですごく不安でしたという中でステージに立ち続けてきたことを告白しました。現在は処方された薬を服用しながら持病の一つと思って上手に付き合っていきたいと気丈に話しています。余命宣告を受けているという噂についても特に情報はないのでデマなのかもしれませんね。いかがでしょうか、岩崎さんの波乱万丈な人生。これからも持病と戦いつつも子供さんや旦那様と幸せに暮らして、無理のない範囲での芸能活動も楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。